話してみてください。よろしくお願いしますということでドアップがいこう。じゃあ市場編行ってみましょう。あと、まあさあ行ってみましょう。トール、ジーターボ、どちらがいいか決まってます？はい、決まります。で、行きますよ、はい、せーの。どうも、ピーナスです。チャンネル登録よろしくね。今日は、試乗編ですね、になります。ということで、ご視聴していただける長野ダイハツ販売松本塚間店の林店長でございます。はい、林店長、林です。よろしくお願いします。どうぞ顔出してみてください。よろしくお願いします。はい、ということでドアップが行きましたけどじゃあ試乗編行ってみましょう。さあ山道に入ってまいりました。まあカーブもそんなにロール感がなくて、はい、これ思った以上結構静かですね。これあれですよね、プラットフォームなんか新しくなったんですよね、はい、DNGA でしたっけ。そうですね、 DNGA 入ってますのでしっかりしてるっていうのが乗っただけでわかる感じ、はい、もうこれは横揺れを乗っている人に伝えづらい構造ですね。硬くしたことによって何が生まれるんですかね。そうですね、要は縦で、横揺れ、まあ、もちろん伝わってくるんですけれども、はいはいはい、まあ、それをいなすような感覚でとにかく車内にいる人にその横揺れを伝えない。なるほど、軽自動車ってもっと昔うるさかったような気がしたんですけど。そうですね、今そんなに声張ってなくて喋ってるんですけど、はい、うるさくないっていうのと、はい、あとまあ今若干のザラメ路面ですけど、態度振動はしてますけど、そんなにね気になるほどでもないし、ちょっと乗り味が若干一回り上の感じになったっていう。でハンドルも結構クイックすぐ反応しますし、思い通りにハンドル切れるんで、とかまあ運転に慣れてない方でも操作しやすいんじゃないかなと。段差そうですね、まあまあ、ボディがちょっと硬くなってる分、段差ちょっとやっぱり突き上げが来るけど、そんなにそのなんだろう、ドンっていう感じですぐ収束する感じで、そんなにこうなんか押し上げるような感じでもない状況ですね。で今上り坂、結構な上りを上がってきたんですけど、そんなにね回さないでアクセルほとんど乗してるだけで上がってきちゃったんで、ちょっとやっぱターボいいっすね。で、ブレーキホルダー、今後ろも前もいませんのでブレーキホルダーからの解除。若干引っかかるブレーキのなんだろう、パッドじゃないけどこう噛んだ感じをパッて離したような、ちょっと違和感は若干あるけど、まあ優しくアクセルを踏めばそんなに違和感なく、まあ他メーカーさんに比べたらちょっと改善点はあるかもしれないですけど、まあそんなに気になるものでもない。まああったらすごい便利ですからね、ホールドは。私も長距離行きますけど、やっぱり あるのを乗っちゃうとやっぱね全然疲れの疲労度が違う感じですね、店長。急に黙っちゃう。いやいや、そうですね。いやもうこれはね、しょうがない。伝えていかないと、はい、そう、やっぱ買って知ってしまうよりは、まあこれはしょうがないですよ。どのメーカーも、うん、弱点はありますから。はい、そうですね。とはいえっていう感じですよ。まあもうメリットの方が大きいっていうのは、うん、ことでよろしいですかね。やっぱりその先ほどおっしゃった疲れっていうことに関して言えば、ね、ブレーキペダルずっと踏んでいなくていいっていうのは結構メリットですよね。そうなんですよ、はい、でなおかつターボがねそんなにね、なんだろう、アクセル踏まなくても進む。これターボの方っていうかミッションでしたっけ、はい、CVT があるんですよね、はい、新しいんですよね。あ、そうですね、新しい CVT ですね。 TCVT、はい、これトヨタで TCVT ってあるんですけど、はい、まあ同じような感じですけども、はい、低速専用の、まあ
CVT と、はい、あと高速専用の CVT が2つあるような感じの、はい、ものが1つになってる、っていうふうに言えばですかね、簡単に言えば。そうですね、はい。まあ、それが DCVT で今回搭載されてるタントと、はい、アクセルをそんなに踏まなくても進むと、はい、でまあ、低速だけでなくそんなにね、エンジンの音もしない、はい、回らなくてもスムーズに走れるっていう感じですね、はい、そうですね。ということでですね、次トールの試乗、はい、試乗の方へ行ってみましょう。はい、どうぞ。さあ行ってみましょう、トール G ターボ肉でございます。はい、ちょっとねタントと比べるとちょっとねっていうかやっぱね横幅がここのねその窓のこの近さがねやっぱね通るの方が余裕があるんで運転しててもね余裕感がある感じで、ね、運転できるのと、あとまあ肉っていうので車重もあるでしょうけどそんなにね多分変わらないと思うんだけど、やっぱねちょっと余裕感はこっちの方があるかもしれない、通るの方が。ただちょっとあの一つ違うのはシートのねホールド感が、まあ、多分この設計上タントよりは前の設計になってるからもうちょっとねシートが背もたれっていうか肩幅もうちょっと欲しいかなっていうのと、あとホールド感がタントよりは少ないかなっていう面かな。とはいえ乗り心地はねやっぱタントよりはあの段差だったりとか路面のその拾うザラメ路面だったりとかの拾う部分だったりとかやっぱ丸く収まってる。でやっぱねエンジンの音もそんなにね入ってこないんでうるさくないけど、ちょっと一つ言うと全体的なその騒音はこっちの方があるかもしれないけど、でもこんなもんなんだろうなっていうふうには、これをまああまりうるさいと感じるまではないかなと。まあ確かにタントの方が静かだけど、うん、まあうるさいまではいかないかなっていう感じですね。あとはね今結構な坂道登ってるけど、まあ、ほとんどアクセル踏まないで、まあ、失速はしないですねターボで。でそのまま加速してくれる感じなんで、うん、これ 1000cc のターボでも全然いいんじゃないかな。見切りも悪くないし。でちょっと一つ言えるのが、うんとね、タントもそうだったんだけどダイハツ車全般でちょっとブレーキの効きが弱い気がする。他のメーカーよりは効きがねちょっと浅い感じなんで、これはちょっと慣れかなっていう。慣れたらねそんなにね気になることもないんだけど、他のメーカーからじゃあ、ダイハツ乗った時にじゃあ何が気になるかっていうと、ちょっとブレーキのそのかかる感じがダイハツはちょっと緩いかなっていう風に感じるので、まあ慣れかもしれないですね。ちょっとで速度出してくるとやっぱり音は大きくなるかな、タントよりは大きくなるかもしれない。ちょっと耳障りっていうかの感じの音はするかもしれないけど、これでも手じゃ、まあ、黙ってますけど、はいはい、プラットフォーム古いタイプですもんね。まだそうですね、あのタントに比べれば以前のタイプの。そうですね、はい、でこれからねトヨタの、まあ、開発が重視になると思うんですけど、はいはい、まあそれでも新しくなってほしいなっていうトールの方もね。そうですね、そうした時にねあのタンドと同じプラットフォームだったりとか、はい、でいけばかなり結構乗り味も良くなるんじゃないかなと思います。まあ、より安定感は増しますよね、うん、やっぱり、ね、ちょっと若干カーブになるとちょっとこうなんだろう、まあ、シートのホールド性だと思うんですけどね、ちょっとで、ね、体が揺られるけど、でもねそんなにね
こうグラグラするわけじゃなくて、まあそんなにこのタイプで峠攻めようなんて人いないと思うんで、まあ全然それをね、しない人だったらめちゃくちゃ乗りやすい車だと思います。さあということで、鉱石、試乗編の鉱石になります。今乗ってるのはタントカスタムの四駆ターボですね。まあもう足元も広いし、これ一番後ろかな、一番後ろになってるでしょうけど、これね多分ね長距離行っても全然問題じゃない感じですね。視界もね全然、ちょっと後ろの席の方が高めになってるんで、こう見下ろす感じになってるし、そんなにね振動も、まあそのなんだろう、この縦入れっていうか、その路面の振動は前の席よりも拾いやすいけど、結構ね下の座面のシートが厚みがあるので、まあそんなにね気になるあれでもない。ただちょっとねタイヤハウスかな、この辺からそのタイヤの路面を拾う音は気になるけど、まあそんなに嫌だっていう気になる感じでもない。いや十分ですよこれ、軽自動車とは思えない。今ね、林店長に運転してもらってますけど、かなり、普段こんな感じで運転しないだろうなっていう姿勢で運転してもらってます。いや常に安全運転です、日頃から。2時間ぐらいは乗ってても特に違和感ないかな。今軽自動車でこのセンターアームレストがついてるやつありますけど、これね僕もあった方がいいなと思っている派だったんですけど、なくてもいいかな、なくてもね、なくてもいいぐらい。そのシート座面が結構ホールドしてくれてるっていうかね、まあ、そんなにね疲れるってこともないし、うるさくもないから、気になるって言ったけど、気になるっていうその大げさに言ってちょっと気にしだしたら気になるかなぐらいの程度で、そんなにね乗り心地的にはね軽自動車とはちょっと思えないぐらいの乗り味でございます。ということでですね、次トールの後部座席になります。どうぞ。さあトール後部座席に乗っています。ね全然こっちの方が広いっすよ。もうさっきねそのタントで長距離行けるって言ったけど、まあもし長距離行くんであればこっちの方が余裕持って座れるし、そうだな、まあ快適がどちらかって言えばやっぱこっちの方がちょっとスペース的な部分快適だなっていうのはあるかもしれないけど、今ちょっと走ってみて思うのはシートはねタントの方がいいかもしれない。ちょっとね背もたれ背中の部分かな、これちょっとね、なんだろう、背もたれがね、ホールド性がやっぱ、前の運転席と同じよう、同等ですね。ちょっとね、ホールド性が欲しいかな。とはいえね、タントほどその横揺れの G を感じるかっていうと、感じない。で、一番はね、タントと比べて、一番思うのは突き上げがこっちの方がする、でタイヤの騒音もこっちの方がする。多分疲労度で言ったらもしかするとタントの方が疲れないかもしれない。じゃあその横のスペース分
だけで言ったらこっちかもしれないけど、トータル面ね、2時間乗ってる疲労度からすると若干こっちの方が疲れやすいかなっていうのは感じるかな。ただ前の視界だったりとかはものすごい広く見えるので、例えば今カーブ入ってますけど、カーブ入るときも見えるんで、こう構えてられるとかいうことはできる、けどやっぱね、ちょっとね、タントに比べたらこっちの方はちょっと乗り味は後ろの後席は劣るかもしれないけど、まあ2時間乗ってられるかっていうと、まあまあ別に乗ってまあ疲れは沈むかもしれないけど、乗ってられないほどでもない感じですね。まあ掴むとこもあるし、まあ今普通の、路面もまあそんなに、なんだろう、ザラメしてないところですけど、まあそういうとこ入ってくると、まあ、快適な車ですね。足元全然広いしっていう感じですかね。まあ、これで家族で4人でじゃあちょっと2時間程度のお出かけしようって言ったら、まあ多分お子さんとかね、嫌がる人いない、嫌がるお子さんいないと思いますよ。まあ一つ思うのは、この手の車乗ってしまったら他のセダンタイプとか乗れるかっていうと、いやもうちょっと狭くて嫌だよっていう人出てきちゃうから、まあ十分な広さの中で、じゃあ快適性を求めた中で、じゃあ長距離で人乗せてって言った時は、まあこのタイプの中ではやっぱ、こちらのね、トールはまあ広々乗れるし、まあそこそこね、疲れずにも乗ってられるかなと思います。まあじゃあどちらが良かったかっていうと、まあ個人的にね、まあ好みはあるんでね、あれなんですけど、まあ、最後にね、ちょっと今林店長に運転してもらってるんですけど、はい、どちらがいいかどちらがいいか、もし自分が使うとしたら、メインの車として使うとしたらどちらがいいかっていうのを、はい、一斉ので言いましょう。わかりました。いいですかね、はい、もう決まってます。はい、決まってます。じゃあ行きますよ、はい、せーの、タントおお一致しましたね。なんと、いや、トールム負けた。なんでですか？まあトータル的なバランスでいくと、はいはいはい、使いやすいだとかそういったことも含めて、タントはいはい、まあ車の完成度もどうですか？新しいことも含めて高いと思いますし、はいはいはい、あとはまあこれは好みですけど、見た目ですね。ああ、なるほど。はい、タントカスタム、あ、そうですね、の見た目が。はい、なるほど、これ家族で、はい、まあ、例えば4人でじゃあ長距離出かけようって言った時も、はい、担当、あ、もう十分、僕は十分だと思ってます。同じ意見でございます。まあ今林店長が言ったようにですね、新しいプラットフォームっていう部分と、あと機能もね、新しいものがついてたので全然疲れることなくて、まあ高速乗ったりするにもやっぱ軽のが高速で安いですしねっていうのも踏まえていくと、まあ、今回はちょっとタントが圧勝だったっていう。ビーナスこれがね TV ということでですね、試乗編、乗ってきましたけども、まあ、以上になりますんで、まあ参考になればと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ステージありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。